はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はエビル高校でモネちゃんを入れて4点突破キャラを目指してやっていきたいと思います。モネちゃんですね、まあ、35ではありますけれども、レベル30で総力上限アップがつきますと。で、そうだね、やっぱね SR の35ってちょっときついんだよね。やっぱ初期評価も低いし、イベント経験点もまあ若干低めなんで、できれば PSR ね使いたいんですけれども、あとレイリーもね未だに35だからね、レイリー45にしてせめて試合経験点ボーナスをつけたいというのがあります。で PSR の佐伯さんは毎度毎度お借りしてますと。で、モネちゃんが彼女キャラなので、ミート上限アップはツノちゃんではなく国樹くんにしています。やっぱり総力上限アップということで敏捷ポイントがかなり必要になると思いますので、まあ、そもそもね先駆けくんの金得とか、あとねスイープとかも取らなきゃいけないんで、相当敏捷ポイントを使うと思いますので、レンジャーを2にしています。まあ、レイリーと国樹くんですね。だからガードが2、モネちゃんガードなんで、ガード2バウンサー1で、レンジャー2の、スナイパー1なんで、技術ポイントをねちょっと意識して稼いでいきたいと思います。じゃあやっていきましょう。あ、そうそうそう、あとね一応世渡り上手がついてましたと。でコツ、あ、3人いるしやっちゃうか。ここで、まあ、コツのイベントはね単純に評価も上がるからね。だからね、上り竜は最悪もう取れなくてしょうがないかなっていう感じで、経験点をやっぱり重視してやっていきましょう。でアイテムね、いつもはねあのツノちゃんとか PSR だった時お守り持ってきてないんですけど、今回お守りを持ってきてます。だから回復系のアイテムがないというところと、モネちゃんの評価を、まあ、上げてはいきたいけど、やっぱり黒金重要だよね。黒金も重要だし、ダンジョンも重要だからな。国樹くんからちょっとコツは欲しい、パワヒが欲しいんだよね。やっぱりアウトコースか。で国樹くんはレンジャーだから、今閉じ込めたのは敏捷ポイントだよね。あと高校的に言うと、だからシラスとメカニクスと暁大付属は欲しい。この3個は回収しておきたい。ここ3だな。うん、全部揃ってる、バランスがいい。いや全部っていうか別に全部じゃないけど、3種類だから。これでダンジョンは気にしなくて済むか。モネちゃんの許可はなるべく早く上げてね、告白イベントを起こしていきたいんだけど、そもそもいないし、ここでメンタルになんか閉じ込める人がいればよかったんだけど、1人閉じ込めてもな。でも先駆けくんか、回復アイテムないからな、ちょっともったいないけど、また寝るか。まだ自己紹介タイムだからね、しょうがない。でこれは一番下にしておくか、最初の子だしね。ヘッスラのコツも掴んでおくか。ここ経験点は美味しい。あー、モネちゃんいるし黒金だし、まあいいや、ここしよう。黒金も早めに回収しておきたいからね。パンデは無用、早いな。体力的にちょっと無駄が多い気がする。だと俺思うんだけど、エビルだったら招き猫入れなくてもイベント経験、イベント数がそんなに多くなければいけるんじゃないかなって思うんですよね。ちょっと怖いから招き猫は入れては来てるけど、どうしようかな。もうね、でも明鏡はいらない、ろくな練習がねえな。いいや、回収しちゃおう。もうここさきかけくん走塁、あ、足は速くする予定だからね、予定あくまで。明鏡の3人とかいいや、いらねえ本当に。ここ回収してもしょうがねえかな。ここだな。じゃあモネちゃんの評価上げつつ経験点をやっぱり気にしていく。ナイアンダー3でいいや。え、すげえ、精神ポイント40もくれんの、なんか知んねえけど。精
走塁2段階だからね、やっぱり2段階コツは5にしておきたい。お、回収できる。モレッチどうなってるのちなみに。ここだな。いいね。ダンジョンゲット、パワヒだ。ありがたい。最悪国寿君からパワヒ取れなくてもナッチが成功してくれれば2にはなる。ここはもう太平楽だな。で回復じゃない方、金徳か。これがね2回で終わるからね。いや実質3回かもしんないけど、最後だからイベント数的には気にしなくて済む。これモネッチ、これで乗らないかな。うわ、また体力が減っていく。え、これ何がいい。守備ってどういう。ああ、なるほど、バランスはいいね。いや無理だな、黒金はちょっと。そうか、スカウトさん評価も上がっていくのか。まあ調子悪くても結構上がるね。でここは上にしてちょっとチームメイト評価を上げていこう。メンタルはできない、できないっていうか特に意味ねえし。10%、いや6ちゃお。結構無謀だったかな。モネちゃんのお返し、いいやつが手に入るんだけどな。一番下で一番上にしよう。体力がない、とにかく。これでどうだ、モネちゃん乗ったか。乗ってくれたらありがたい。 SG3 人か、結構おいしいな。ほい、 SG は持っておけばね、ここぞという時に使えるから。金徳が終わった。だから現実的には4回でしょ。だから多くはないよね。いや4回じゃねえ、5回か。3つあんのか。といえばモネちゃんとりあえず乗ってるから行けるとこ行くか。でモネちゃんは通常イベントは1回なんで。競争心と何、速攻か。でここからは少し意識して高校集めをしていきますか。回収はできる。シラス欲しいよな。太平楽もあれば便利。おいしょ、技術ちょっとでも勝てっか。どうせそのまま捨てられるんだったら練習してちょっとでも経験点を稼ぎに行きましょう。仕掛けくん、よし、ここは回収。モネちゃんがマジで来てない。広角固めとかかなりいいのが来たな。あ、来た、告白。でこれは上ですね。でモネちゃん自体はね結構経験点をくれるはずなんで7とかはいいや。シラスロックして終焉も回収しないといけないからな。シラスただ2人。これは国塾か、まあ、セカンドだからね。謝ろう。コツ、サイサルチいるかって言われたらちょっとあれだけど、一応黒金使ってきますか、せっかくだから。手に入れたし、ちょっと遅かったね、黒金。あんまり意識しなくてもよかったかもしれない。メカニをちょっとロックしておくか。で、12月3週。イベント経験点使います。モネちゃんのデートどうするかだな。フレインマッスルはちょっといいや。ここ回収して153はでかいよな。
回収しよう。クリスマス前だけど、ちょっとなんか使っとけばよかったな。経験点さよなら。意外性しまった。意外性1で潰しとけばよかった。え、溢れないよね。これどんくらいもらえるのちなみに。え、経験点あってこれ、あ、なんか成功とか失敗とかあんのかな、ちょっとわかんねえ、わかんねえけどいいや。今すっげえ溢れてる経験精神がやっぱり。はい、デイリー用にあげとこう。が技術がなくなった。ギリギリ回収できない、このパターンあるよね。ギリギリ回収できないパターン。筋力か、筋力か。ロックはね、なるべくやっぱり技術でロックしたいんだよな。というわけで足爆弾を抱えてしまった。あ、これ下でもよかったかな。お正月で体力回復してくれることを祈って。よし、大吉、やっぱり下にしとけばよかった、さっきのパーフェ。ブレインマッスルか、ブレインマッスルはいらないな。メカニロックしとくか。敏捷ポイントも結構溜まってきてたね。なんか大丈夫そうな気がするな、招き猫なしでも。そうすればアイテム1個持ち込めるからね。よし、とりあえずこれは成功。めちゃくちゃケケってもらえたんだけど、ちょっと待って、大丈夫これ。足上げなきゃいけないから、足くらいにはしておく。精神が結構余ってんな。ってことはやっぱミート上げとこう。呼吸はやっぱりコツが欲しいからね。技術が追いついてない。メンタルは？いやー、いらない。あ、肩ロックして、ここ回収できるんだけどな、ポイントが微妙だからな。ちょっとやっぱ技術ロックしとこう。技術回収大事だと思う。いいね、やっぱ経験点でかいよね。回収できねえし。じゃあどうせだったらここやる。ここは169か。敏捷必要にはなりそう。っていうかまだそもそも打撃をやってなかったか。でメカニックアベレージヒッターと意外性。さっきから意外性ゴミだな俺のこの意外性とか超もったいねえ。ロングボールヒッター最悪直乗りしちゃってもいいんじゃないかと思い始めている。待ってね、アフトコースも取っとこう。でさよならは2でいいんじゃないか。逆境も2でいいや。テスラこの辺取ってねえや。ダイター残しとこう、コツくれるから。片身打ちもコツくれるから取っとくでしょ。アベヒーはちょっとあれだよね、2じゃ重い。70も使うのか。でタップが来てるわけではないんだけれども、ここなかなか取れるな。敏捷化だけど15か。一回モネちゃんとデートしておくか。そうするとモネちゃんからデートあんのかな、よくわかんないけど。すげえ聞けてくるな、やっぱり。まあ、なくなっちゃったけどね、もう一気に2つなくなったな。あ、 SG 結構いけんな。技術回収したいんだよね、やっぱり。ここ3経験的にはでかいけど、ちょっと技術回収したい。ここも安定でいこう、安定で。でバレンタイン、わかんねえ。まあそこそこ。あー、シラスね。いや、シラスロックだな、ここ。モネ
ちゃんは体力減少があるんで練習するとだいぶ減らないな。やっぱ彼女キャラはいた方がいいよね。でようやく1回目か、まあ、ミートは結構上がってるから取れるは取れるけど、ここは2人いるね。やろう冷静で2回目か。4月前くらいにはなんか終わらせられるんじゃないか、すべてのイベントが。ちょっとまあ S、まあ、S だけどどうなの。いやめとこう、101にしとこう、ケチって。暁大付属が全然だな。暁大付属どうしよう。ここもまあまあ取れるは取れるな。ナッチかローボールヒッターって直取りでいくつだ。ローボールヒッター、ローボールヒッター取ってでも、ああなるほど、技術そんな使わないんだったらいいや、これ直取りしよう。まあ、くれるかっていうのはまた別問題だけどね。くれた、ありがたい。で桐崎、これで代打取ろう。代打を残しておいたからな。よし、さてそこからちょっと補給上げていくか。300くらいを残しとこう。あの守備力を上げていかなきゃいけないから B まで上げるか。技術が全然足りてないのよ、やっぱり。太平楽か、でもなちょっとメンタルで烏丸ロックして、これは下だな。押し OK、ありがたい。でこれはいやーないな、技術が欲しいのよ、技術がマジで。あとは回数の問題か。ここはあれだね、ギリギリ回収できないっていうパターンだね。ブレインマッスルかいらねえな。ちょっとじゃあハートボでいくか。暁大付属をちょっとマジで回収したよ。よし OK、ミート上げてればまあまあまあなんとかなるか。なんかミート上げきれなかった時にダメだったんだよね一回。でここはそうだね、ちょっと俊英を確実にロックするか。じゃ暁大は2人とかになったらロックしたい。よしパフェ、いいとこに来た。ちょっとロック優先、ロック優先でいこう。ロック優先、技術ある。大して上げてねえか。これも食い切ってくれればよし、いいね。パワヒのコツを掴んだんで、パワパワ全然ねえな。パワヒッターだけ取っとこう。あれソウル攻めたら今どうなってんだっけ。これは一応取っておく。太平楽欲しいよな、早めに。ここ回収はできるっちゃできる。ここもタックフィニッシュが決められる。ここにしとくか。満塁男 OK、 いいな。これ体力減るんだよね。周囲ゲットして、ここ足か、ここなくなるけどもうしょうがねえな。上げとくか。波動、守備職人は1で掴んじゃうかな。ヒートアップ、もうここが限界だな多分。
とちょっと高校の回収に行く。これは暁でやっとくでしょう。でここも下だな。上はやっぱり重すぎる。太平楽か、あって損はないよね。技術回収ができるっちゃできるな。いやちょっとここ入れとこう。とりあえずロックをかけておく。まあここも下でサクッと終わらせよう。でミートはなってるけど、ちょっと待ってね、守備力が全然いってないな。ここは限界か。やっぱり技術が足りてない。そしてパワー G とかね。俺何番？あれ5番とかだったか。パワー G なのにミートが高いからか。ホームランは期待できないけど打率が高いっていう。アベレージヒッターもないけどね。さてこれで5月、残りは2ヶ月。これ無理か。ここも無理か。2人ロックしておく。一応 SG があるからね、次なんかいい練習が来たとしても最悪使えばなんとかなる。回収しとく。ここを経験点的にはいいな。いや回収に入るか。タック今何回やっけ。多分7回終わったところだよね。ちょっとこれで見てみよう。で8回目。そうあ満塁男もう掴んだよ。残り2回か。来ないし。やっぱり来ないんだったら諦める。技術が欲しいから。待て、技術が欲しいのよ。これはすげえ微妙なイベント。いや回収しちゃおうもん。体力もないし SG 使っちゃったし。長月ゲット。さて残り1ヶ月調整期間に入りますか。これ明鏡4人とかね。これバランスがいいな。ここ国樹君とナッチだからか。ちょっと待ってね、これ絶対的に守備力はだって上げとかないともったいないからね。自然回復アップか。これやるか。いやあれいつの間に太平楽って手に入れてたっけ。じゃあ最後これで筋力がやたらあるけどどんどん回収していこう。経験点をね。でも登り竜はもう無理、諦める。ヤキが減った。ヤキ意外に重要だからな。あここ一応いけんな。経験点的なことを考えるとここだよね。じゃあはい。ただ今ロックしてるところがないからもう10回目は無理だよ。本当に無理。回収できないし。ナッチ、まあ、最後何が来てもいいか。よし切り裂き。これで固め打ちが手に入るんで、まあ、何気に美味しいよね。総力最後回収だけするか。あこの技術47入る。あでもこっちの方がいや入らねえわ。どうしようかな。技術精神はやっぱ今重要だよね。こっちにしよう。で7月入ったらもうあと全程度。じゃあちょっと揃えていきますか。やべえ足りるか。163、あ大丈夫だな。補給は上げきっちゃっていいか。上げきっちゃっていいけどさ、ちょっと待ってね、
独身術用は欲しい。いや意外にさ足りねえんじゃねえ敏将。もうコツは取れないよね。スヒープが重すぎるんだよトニック。なんか不安になってきたな、いろいろと。待ってデートよデート。俺はもうモネちゃんとデートをするんだ。残りの1ヶ月、これ全力でやる。もうデートしかしないから。体力減るけど経験点、しかもやる気もめっちゃ上がるし。あちょっとやっとソウル攻めたりそもそも使ってねえからな。足りねえのはまず技術がだから足りねえのよ。これで守備上げきれるでしょう。100じゃなくて99で、敏将と精神はまだ攻めたりがあるから若干の余裕はあるか。パワー G だ俺そういえば。ゴミカスだな。一応パワーヒットあるけどね、このパワー G でなんとか持ってかないきゃいけない。回ってくるの早いな。よし、ここくらいだったらねもうタイミングが合わせられるんで、別にパワー G だろうが A だろうが大して差はない。もういや差はあるな、あれでいかねえか。一応もう2本打ってはある。パワー上げよう。きついわ。パワーヒッターなかったら無理だったね。ちょっとさてちょっとパワー D 筋力も足りてない。なんかいろいろ微妙で、あとモネちゃんカラデートないことを祈るよ本当に。経験点高いのがいいよね。ちょっと待って、ソウル攻めたり使ってこう、どんどん得意練習率アップとかいらなかったな。ちょっと先にこっちやろう。精神で呼吸を上げきる。101、100人は大したことないからね。100人にしとこう。はい。これが命取りになるかもしれない。肩も弱すぎる。いや総力バースト分がだからなくなるんだよね、このソウル攻めたりで。183、いやすげえきち総力。だからこれであと先駆けくんの試合経験点ボーナスがプラス5乗って PSR の42だから、で国樹も試合経験点ボーナス乗って、レイリーも試合経験点ボーナス乗るとだいぶ違うと思うんだよね、その最後の回収できる経験点が。ちょっと待て、3球フォークかよ。同点で迎える4回です。ツーアウトランナーなしという場面で白井は最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。フォークしか投げてこないんだけど。第2球打ちました、これはいい当たり。まだお前投げてるか。フォークマン。スライダーに変えてきたけど無駄。デビルリードを迎える8回です。今日2打席連続でホームランを放っている。あれ僕結構さ、こっちは掴んだけど取ったっけ？そもそも。では最後に敏将ゲットしてデートして総力バーストもらって1か3だけど1だとマジできつい。
骸骨取れないのがやっぱきついよね、全体的に。はい、少しで、ナッチ、まあ、祝福軽いのがせめても助け。ソウルクバースト325とか、いやマジかよ。スイープ取って祝福はあれ使わないで、満塁男もね使わないし、ヒートアップも敏捷使わないから、せめてだよね、そこがせめて。で今回しかも精神的シュー取ってねえや、まだ満塁男、いや最後だからもう残しとこう。あと試合でね経験点をちょっとゲットしていかないと。どんくらい必要、いやー300、400くらい必要だぞこれ。総力重要だね、総力。先駆けくんありがとうございます。ちょっとでもこれ印象稼いでいかないとやべえ。え、ギリギリ総力が乗るかどうかってとこだよねこれ。各試合であと3試合残ってるじゃん、まあ、100ポイントずつ手に入るとして300で、エピローグで80で、練習で100は入んないけど、いやギリギリだな。ツーアウトランナー2塁という場面で白井は第2球投げました、打ちました、ツーベース、しかも最後まで勝ち進むっていうのは絶対条件だからね。最後まで勝ち進んで勝つ、ホームランは最低でも2本ずつ打つ。みんなフォーク好きだな。投げました、これは入るね。でもしっかり狙っていこう。第3球を投げた、これカーブしてる、これだな、このストレート。これから4球目、おいボール、スライダー、これも狙っていくか。じゃあ投げた、打った、強い当たり、ボール。闇の雲頑張ってんな。エビフ攻撃に入ります。しかしこの回の先頭バッターは白井は今日3打点は取れるときに取る。これはいい当たりだ、いった、一応完封したんだけど。よし、これで100でしょ。だからもうちょっと試合経験点がだから、もうちょっと乗ってくれればな。よし、B 賞来た、ありがとうレイリー。これで練習だけで今70もらったかんね。最後どうだろうな、体力的に。波動いらなかったね、やっぱり波動はいらんわ。よっぽどの余裕がない限り、ブレインマッスルとかも取ってる余裕はないから、やっぱり技術、精神、敏捷の300300300は回収しないとマジで無理。ツーアウトランナーなしという場面で白井は入ってくる、いやー入ってこなかったか、今ボール球だったね。白井はツーベース、打たれてる。エビルリードで迎える3回です。ワンアウトランナー一塁という場面で、いや白井は第2球、エビリードで迎える5回です。ここまで2安打、白井は、え、これちょっといかなそう。痛烈、打球はそのまま伸びていく。パワーが低い、もうちょいパワー欲しい、ね、リードで迎える7回です。ツーアウトランナー1塁という場面で、そういうのさ全然気にしてないけどさ、赤月大付属の魂吸収する4人って誰、こっから見ると六本木と四条はいるからね。3本まとめるな、進化は誰だ、一ノ瀬はピッチャーだから7位もいた気がするんだよね。あと2人がよくわかんない、全く気にしてない。よし123で、ここももちろん被らない、10ポイントも重要今。さて敏捷で17か、うわでかい、これ先駆けくんが乗ってるからな。でもさ、精神って今どうなの、呼吸は上げ切ったもんね。なんか取んなきゃいけない精神的なもの、骨格だもん。いやでも技術と筋力はもう一緒、ちょっとパワー C、 いやパワーが全然落ち着かねえわ。あれちょっと待ってパワー筋力さ、ちょこれ S にしとこう。230か必要なの、まあ、もうちょっと必要か、200、まあ、250くらい
パワーだけじゃ C にしとく。ちょっと広角打法は置いとく。めった打ち取らないといけないけど敏捷は使わん。あれだ、忘れてた、しまった。これ精神的支柱、いやムードの骨打ち取ってよかったな。肩がさ G とかさ、どうなのそれ。やっぱもうちょっと精神いいわ。じゃあ19.5%か。はい、でここで打てるかどうかだよね正直。さあ行きましょう。天才の入部届あると多分だいぶ楽だよね。天才の入部届で招き猫持ち込まないでイベントが消化できればかなりいい選手ができるんじゃないですか、ね、ノーアウトランナー1塁という場面で白井は第2球投げた。エクスカリバーばっかり投げてくんな。同期は3球目投げました。輪郎際どい球ボール。さあ4球目、いや詰まったけどしょうがない。ハリーが持ってるのが嫌なんだよね。ワンアウトランナー一塁という場面。高速シュートかよ。独身術が発動してくんないとマジで打てない。危ない球。第3球を投げました。低めのシュートかよ。だいぶずれた。投げました。見送ってボール。第5球投げました。いや際でフルカウントだ。第6球を投げた。いやパワーがない。伸びた、伸びていった。すげえ点取られてる。追う展開で迎える5回です。闇の雲いねえ。今日2本のヒットを放って。よし、やっぱり独身術、マジで独身術ねと言ってねえよ。もう一回来ない。同点のチャンスを迎え、独身術がね。ツーアウトランナー三塁。エクスカリバーは無理。緊迫した場面が続きます。投げた、危ない球。シュートか。第3球を投げた。いやシュートか。ジャックスライダーか。インハイへバッター追い込まれました。第4球を投げた。いったか。いった、これはいいやつだ。オッケー、とりあえず最悪勝てなくても試合経験点だけはどうにか回収した。よし131。しょうがない、20ポイントはしょうがないよ。よしここは40いけたね。でここ80だよね。上り調子くれるのもいいよね。上り竜もし取れれば骸骨になるんで、まあ大体1万1000。そう、1万1000台をうろうろするんだよな。1万4000とか出してる人どうやって取ってんだろう。ちょっとまあ総力だけ乗せる。101。ちょっと待って、肩が弱すぎるからさ。いやこれ泣いた。肩 F ってゲッツー取れないよ。一応セカンドなんだけどさ、ゲッツー取れないんだけど、こいつ。え、広角。技術精神が今回だからかなりあるんだね。守備職人は欲しいよな、やっぱり。セカンドだし。連打。ささやき破り。競争心。盗塁アシスト。上り調子。筋力ちょっとしか使わないで技術精神を使っていくやつが欲しい。サインしたちとか取ったけど結局いらんかったな。じゃあチャンスはもらっておくか。早球とかね。いや肩 F とか、いや足んないんだもんだって。敏捷が総力バーストって一回、いやこのサクセスをやる前にモネちゃん使ったら3で取れたんですよね。そしたらね250だったんで、そこも重要だね。モネちゃんが3でくれるか2でくれるか。流し打ちも欲しいけどな。敏捷なくなるな。アペリジッター欲しいよね。これ取ろう。早球いいやもうこいつ。早球はちょっと技術精神を意識しすぎた。なかなか難しいな。もうちょっと敏捷を意識すべきだったかな。筋力あんまり使いたくないんだけどな。帳尻合わせでも取るじゃん。気分屋はまあさすがにいらないでしょ、いつも言ってるけど。打球伸びせっかくだから取っとく。
吐くために。ちょっと吐きすぎたかな。打球伸び、ちょっとどっか行っちゃったよ。あった、2つ取れるんだったらちょっと2つ取りたいな。ちょっとリベンジとか取ってさ、もう1個なんか取れるんだったら、筋力30使って、あ、取れるわ。あ、流し打ちね。あ、これにしよう。まあこんなもんかね。コントロールでも上げとく。あとよくわかんないけど、基礎能力は肩が引き上げられる。よし、まあそんなわけで SS の2か。え、これで 2SS の 2?パワーとパワーが伸びてないからか。こいつどうしようかな。まあでも1、2、あ、総力101か。一応こいつやっとくだけやっとくか。名前どうしよう。ちょっと名前いつもあれだよね、ミート。しかも100総力101だし、いや予備にしよう。ちょっと SS2 はなんとなく、 SS3 は行きたいんだよね自分的に。ちょ予備にしよう。予備くん、ほい。メモリーはあと3メモリー必要だったのか。結構必要だったね。全体的にあと1000点くらい欲しいよね。なんか1万2000出せるようなちょっとサクセスを目指していきたいですね。いつもね1万1000から1万1500あたりでね、まあ、安定はするんですけど、その代わり爆発もしないっていう感じなんで、もうちょっと試合経験点とか、もう少し全体的なイベキャラのレベルが上がればいいと思うんだけど、立ち回りが難しいね。まあそんな感じで、まあ、4点突破はねやっぱり経験点がそもそも出せないといかないんで、もう肩 F とか、ちょっとセカンドで肩 F は嫌だな。ゲッツー取れないキャラなんで。まあそんなわけで、もうあとそうだね、モネちゃんも35っていうところがなかなかきついかね。なんでまだまだ練習は必要な感じでした、というところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。